ほな消していくで。劇画か。やっぱ劇画やな。五感も強いし、ドラマ性があって劇画に決定やな。あふれるばかりの情熱を幻の劇画に注ぎ込んできた私の青春時代は、今思い返せば懐かしいですよ。ありがとうございました。ぜひ長編を書きなさい。劇画工房というグループを結成しました。新しい漫画作品を目指して。一体君は誰だ。俺の顔に見覚えがあるだろ。機械の音が全てを支配して、人はますます孤独になる。これが創作の醍醐味やったんか。知らんかった。私にあとどれだけの作品を生み出す力が残っているかわからないですが、まだまだ描きたい世界がたくさんあります。